おはようございます。今日は7日ですね。はい、4月7日の金曜日で、雨冷えてきました。昨日の晩から風が強くて、まあ、昨日一日風がえらい強かったんですけど、風が止まったなと思ったら雨が降ってきて冷え込みできました。13度ぐらいに逆戻りですね。最高気温が、最低気温はそれでもまあ10度ちょっと下回るぐらいで、言っても最低気温は底上げされとるかなという感じなんですけど、今日はボタ折りの長襦袢にまあベタベタとした雨が降っているので、ウールの着物という感じです。まあでも薄手のウールにします。はい、襟は、木の襟4つ付け直して暑くなったらもうと思って、トスコハの色襦袢のね、ナス襦袢にも襟直してたんですけど、結局ボタ折りになりましたね。でもこの襟もこの前まで埋め付けてたんですけど変えたんです。これはね、いただいた襟でございます。浜文様さんの手ぬぐいです。はい、ありがとうございます。つけさせていただきました。あのすごく使い勝手のいいね、なんていうのかな、ちょっとあのまっすぐじゃなくてちょっと揺らぎがある横縞なので、まああのしましま族でも横縞なら、あの結構襟元に縦縞のあの襟ってあんま合わんのですわ。もともとすっごいストライプ得意な人じゃないと、縦縞の襟は結構ね癖がありますので、私もちょっと敬遠してるんですけど、横縞の襟は非常に使いやすいです。あの細かい、特に横縞ですと割になんていうんですかね、まあ、癖なく季節感問わず使える感じです。この子はベージュの色に地色に黄色と、これがね根津気味の水色で、この子がここの襦袢と同じようなレンガのような赤色なんですよね。どれもとても私が使いやすい好きな色なので、あ、これはもうすぐ襟につけて、まあ、この時期にこのね、あの木綿の襦袢に襟をつけると、何回か着て暑くなったらそのままステイにやって、で秋復活っていう感じなので、割に秋の入り口でも合うようなのつけとくとね、あ、めんどくさい、あ、急に寒いっていう時とかにすぐ出せるので、秋の準備をついでにしとくという感じですね。はい、桜の襟はどうしたって感じですけどね、今年はつけなかったね後ろに桜の猫ちゃんいるので、まあそれでご勘弁をという感じで。桜の襟はね、桜が見れない時にはすっごいつけたくなる。なんだろう、本当に忙しくって日中どこも行けないみたいな、仕事と家の往復みたいな、そういう時ならあるけど、まあ割に自由の時間があっていろんなところ行く時とかは、この動いている車中の中で桜を見て、満足しちゃうんですよね。あ、綺麗だなと思って、どこも綺麗ですね今年は。もう今回の雨で多分大体散ると思うんですけれどもね、桜が咲いて花冷えをして暑くなるのかなという感じで、来週ぐらいから本格的に春に向かってくるのかな。石川県もどうなんですかね、季節の移り変わりっていうのはそんな感じですけどね。まあでも雪がぶり返すこともなくて、今年は3月に雪がもう一回来るっていうパニックは起こさず終わったので、まあ、冬は冬なりに寒かったですね。
去年の夏も夏らしい暑さの夏でした、石川県は。あ、なんかこうだよね夏っていうようなぐらいの暑さでしたね。暑いって言ってもなんかすんごい気温が高くてあっていう感じでもなく、夜はちゃんと冷えてみたいな日が多かったですね。熱帯夜は少なかった感じがしますね。割に暑かったけど過ごしやすかったというか、やっぱ夜よね、夜まで暑いとしんどいよね。それはね、いろんな地域によってだいぶ暑さは違ってるんであれなんですけど、まああと私やっぱり寒がりなんで基本的に、はい、なので直射日光が当たらなければ割に暑さには強いんですよね。直射日光には弱いんですよね。直射日光慣れてないんで、雲の中で暮らしてるんで直射日光に当たるとね、ちょっとね、なめくじみたいに溶けちゃうでもね、石川県はね、曇り空なので基本的に日差しが強いといっても雲からの日差しなんで、なんだろうな、ちょっとね、おテント様に日傘刺さってる、かかってる感じかな、基本スタンスが。日傘がない おテント様ってのはあんまなくって、だから直射日光にはすごい弱い。だちょっと県外行くときに表日本側は直射日光がさ強いじゃん。まあ表日本じゃなくてもさ、長野とかはさ、ほらね、乾燥してるからね、直射日光必要いんだけど、そういうとこ行くときはもうちょっと本当気をつけないとね、帽子を持っていくか、もう早から日傘持っていくかせんとちょっとやばいんで、四国に行くの5月ですけど、日傘持っていかんだよなって思ってます。はい、自分が苦手なんで、お日様本当にすぐねバテちゃうんですよなんかなんだろう、水分が抜けてくって感じになるはい、今日はこちらですね、古今堂さんの帯、会津木綿の帯ですね。はい、それにひびひもの緑色でございます。はい、ここら辺はもうね、普段の生活どういう環境で暮らされてるかでだいぶ変わると思いますし、人それぞれかと思いますね。まあこれだけ長い間こっちで暮らしてても毎年毎年違ってますしね。暑さが早い時もあれば暑さが遅い時もありますからね。ずっと暑くなってるわけじゃないっていうのが面白いなと思ってね。地球様生きてますねみたいな。やっぱ自転の問題でしょうね。太陽と自転との間、この距離感の問題なんだと思うんですけれども、息子が保育所の年中あたりの頃だったかな、富山だったんですけど、まあ100年ぐらいの建物に暮らしてました。完全に古民家とか、なんか綺麗なこと言ってらんないぐらい古い家だったんですけど、だから私古民家で泊まるとかあんま好きじゃないんですよね。もうお腹いっぱい知ってるからお腹いっぱいっていう感じなんですけれども、その時にめちゃめちゃ冷夏で、確か7月に寒すぎて石油ストーブをつけた記憶があるんですよね。こんな、寒って言ってつけた。うん、その年は確か梅雨が明けずに夏が終わった感じがしましたね。確かあの年はすごく寒くて、でまあ、富山の家はでっかい石油タンクを持っていたので、そんな時期でも確か少し残ってたって言って、で本当はね全部使い切らなきゃいけないからちょうどいいやつんで使い切った記憶があるんですけど、まあ寒かったですね。そんな年も
あるんですよね。ちょっと前ですよ、息子が保育園とかっつったら、まだ平成の、だけど、平成10年生まれの子だから、平成14年とか15年の話、15、6、7、どっかそこら辺、16年ぐらいの話ですね。16年か15年ぐらいの話ですね。それでももうあれか、そんだけ経っとるんか。いやー、時間経つの早くなるよね、年取ると。もう経験してるからだろうけどね。30ぐらいになってくると、まあ早いですよね、時間経つのが。まだ20代はまだマシな気がするけどね。あ、でも記憶がないから早かったのかな。もう2年ごとぐらいの記憶しか20代ないんですけど パッて思い出してもね、なんかしっかり思い出そうとしたら多分思い出せるんだろうけど、30代になると30入ったな、38ぐらいになってるみたいなぐらい記憶がぶっ飛んでますね 間8年どこ行ったみたいな。そうですね、全然パンを作ったことのない人間がパン作れるようになって、まあ、肩を壊してっていうところまでが30代終わりまでいくかなみたいな。第一次肩壊し期ですね。で、40代入って今度もう一回壊してもアウトって、リングアウトって感じだったんだけど はい、終わりみたいなね はい、今日こんな感じでございます。はい。まあ、ごっつい普段着なんですけれども、まあ、見た目のいい、あれですね、ウールの着物でございます。あ、これ本当にウールです。ウールに見えないんですけど、ウールなんですよ。これは本当に、ちょっとポリが入ってるウールなんですけど、非常に便利です。なんだろう、そんな静電気が起きないっていう利点もありますし、まあ、落ち感がすごく歩きやすいっていうのもありますね、落ち感が良くて。あとは、まあ、ほこりつきづらいっていうのと、水はじきもいい、乾きのも早い、洗濯機にも対応できる、強い、あ、かなりいいです。はい、大体これ着てると縫い糸がぼろけてきますね。縫ってる糸の方が劣化が早いので、で大体最終手縫いが多くなる、ここら辺がね、裂けてきて、ぬにゅ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 になってきますけどね。はい、今日はこんな感じでございます。はい、ありがとうございます。いただいた手ぬぐいを半襟にしました。浜文様さんの手ぬぐいでございます。多分ゆかりさんにいただいたんじゃなかったかな。はい、観覧車での時にいただきました。ありがとうございます。そして、ですね、長襦袢が、はい、染織こだまさんの方で作りました、ぼた織の長襦袢。それに、こちらは、着物オフさんで見つけました、リサイクルのウールの着物、サラサ柄でございます。この生地、大概サラサ柄で見つけます。多分すごく売れたんだと思うんだよね。いつぐらいだろうね、分からんけどね。いつぐらいか分からんけど、嫁入り道具の一番下のウールこれみたいな流行った時期あったんだと思いますね はい。で、帯が、胡金銅さんの会津木綿半幅帯、ちょっとね、すっきりと明るい色を出してきました。まあ、春なのでね。で、帯締めが日々紐の緑で、足袋が恵比寿足袋さんの足袋で、紫の色の足袋でございます。はい、これはなんかね、ちょっとね、紫なんだけど、葉っぱがいっぱいこうわーってなってるエナースは。はい、で、後ろこんな感じです。今日ブランプルナマさんのシュシュ使っております。はい、今日はこんな感じで過ごしたいと思います。これなんでいつもこれ斜めになるんかね。まっすぐにすりんけど斜めになるんでね、あいは。はい、こんな感じで過ごしたいと思います。はい、今日は特にないです。はい、まあ、明日着物オフさんのイベントを楽しみにしているという状態で、
なおかつ、まあ、あの4月末にエリハナさんのイベントがあるので、宴会の時にみんなにプレゼントできるようなものをこう準備したり作ったりでしてたら、四国チームさんの時に使う渡すものがないからまた作んなきゃいけないなとか、まあ、あと、まあ、月始めだったので会社の事務処理的な銀行回りみたいなのやってというので、ちょっと慌ただしい1週間過ごしておりました。はい、そうですね、それぐらいですかね。 あとスタッドレスタイヤ変えたりとかね、会社の車のね、そんなこともしたりしてましたね。はい、まあ楽しくやっておりますそうですね、あとはなんか、まあもうみょうががもう安くなってきてて、で冷ややっこ、おぼろ豆腐大好きなので冷ややっこ食べるのが毎日の楽しみみたいな感じですね。三河豆腐の冷ややっこ、おぼろ豆腐がすごい美味しいんですよね。地元の豆腐屋さんです。もう私豆腐が好きなので、結構スーパーさんで見つける豆腐、何でも買うんですけれども、まあやっぱりおぼろ豆腐には勝てんかなっていう気がしますね。うん、まあ、やっこ、絹豆腐で冷ややっこで一番今まで食べた中で美味しかったのは、西茶屋街にある、お豆腐屋さん の冷ややっこ用の高いお豆腐があるんですけどね、一応300円ぐらいなんですけど、はい、それがすごい美味しかったのを覚えてますけどね。みんなね、西茶屋街は行かないと思います。大概東茶屋街行くんだと思うんですけど、まあ西茶屋街にそういうお店があってね、そこのね、お惣菜のね、あったりなかったりなんですけど、あったら絶対買うのが、なんだっけ、おから。うん、おからは絶対買えますね。あそこのはすごい美味しいですね。おからのお惣菜がめっちゃしっとりしてて美味しいんですよね。私もしっとり系のおからを作るのが得意なんですけども、2人暮らしになってね、さすがに作らんくなりましたね。大量に作っちゃいますのでね。おからやっぱりね、こんにゃく入れたいので冷凍するのもできんし、かつてはね、いっぱい作っても同じ年の息子のと同じ年のね、子供を持つお母さんパートさんがいたので、もうちょっと作りすぎたっつって、近所やからね、もらってっつってね渡したりとかもしてたんですけど、もうね、場所も離れたし、そういうのもできないし、なかなかなっていうので、もう作らんくなったんですけど、うん、お惣菜でも美味しいところちょこちょこありますね。好きなんでね、たまに食べております。はい、こんな感じでございます。まあ特に何もないですよ、本当に。まあイベントの前の準備でちょっと騒がしい。ただまあ今ね、長年の課題だった祭壇机をきれいにするっていうのがね、やっとできてきたので、ちょっと気持ちがすっきりしております。はい、まあ、原因となることを解消したというか、そんな感じですかね。私の場合、趣味というかプライベートというか、そのなんていうんですか、その洋裁とかは、その縫い物っていうのすごく場所を取って、あとそういう本とっちらかしてたり、あとその着物畳む場所もそこだったりするんですけど、それとまあその会社の書類が被るとわけが分からなくなってくるんですよね。あまりにも質感が違うのでだから会社の書類は書類ポストみたいなのを作ってそこに入れてもらうことにしたら、すごくすっきりしましたね。何か乱れる原因っていうのが必ずあるんだろうと思って、よく考えたらそうかと思って、それですっきりしたという感じですけれどもね。結構お母さんあるあるだと思うんです。自分のプライベートのものを置いときたいところに家族のものが急にポンと置かれて、なんかすごく気持ちがもう萎えてしまって、こうバランスを崩すっていうのがあると思うんですけど、まあそれをポンって置く場所はここにしてくださいって一個決めとくと、自分の居場所とこう共有の居場所っていうのがちゃんと分かれて楽になるかなという気はします。はい、
そう思います。まあこれ性格的な問題だと思うんですけどね、うん、私があのマネージャーと全然性格が違ってて、マネージャーと逆なところが細かいんですよ。うん、そうなんです。マネージャーはプライベートは雑なんです、すごい。でも仕事はすごく細かいんです。私仕事が雑なんですけど、プライベートは本来細かい人なんですよね。なのでなんていうのかな、こうちょっと神経質になる場所がお互い違うんですよね。うん、だからそこをわきま、あの分かって、こういう自分は癖があるなっていうのを自分で分かって、こう一緒に暮らす人とか一緒に仕事する人とかに、ここはこうしてくださいっていう許容範囲のところを言うと、多分争いはなくなるんじゃないかなと思うんですけどね。うん、まあ私の場合はそのなんていうのかな、割に基本本当ね、根っこが完璧主義者なんですよ、どっちかっていうと本当はね。でもそれに嫌気がさして、そんなんじゃダメだなっていうのが嫌気がさして、あのなるべく完璧主義者にならないように、ならないように妥協していったら、妥協しすぎてかなりあの大雑把になっちゃったんですけど、でもやっぱり完璧にしたいところっていうか、自分のコントロールかの中でや、あの誰にも触れられたくないところっていうのがやっぱりあって、そういうところはやっぱりあのなんていうのかな、平気な人と平気じゃない人っているなっていうのはすごく感じますね。はい、そう思いますね。なんだろう、マネージャーも、うん、あのすっごく全然気使わんでいいところと、めちゃめちゃ気使わなきゃいけないところとやっぱりあって、まあ、例えばあの仕事の、あの言い伝えとかは、なんだろう、忘れてら困ることとかは結構しっかり紙に書いて、あの後でなんていうのかな、書きた、なんこれが足りなかったからだって、あの後で言われないために日付を書いて、ちゃんと誰宛て、誰から何々をお願いしますって内容も書いて、ちゃんと大事なところは2度書いてで何月何日自分っていうのをちゃんと書いて、あの手紙を、あのちゃんとその言い伝えの紙を書いたりとかまでしないと、後からちゃんと言ってくれんかったからやっていって、こっちのせいされるのは腹が立つので、そういう風にしてたりするんですよね。まあいろんな仕事をね一人でやってるんで、あのそうなってくるのはしょうがないことなんですけどね。もう普通だったら多分ネット担当の人がいて、その現場のやつとかも結構もっと細分化してると思うんですけど、全部基本的にあのマネージャーが社長で全部やってるので、ネットのこととかも全部やってるので、ほとんどなので、多分ちょっと他の会社、まあこの規模の会社で多分本来だったらちょっと外注していいようなことも自分らでやって、そこに経費かけないようにしてなんていうのかな、価格を抑えてるっていうところもあったりするので、うん、大変だな、大変だなって見てて思いますけどねはい、まあしょうがないかなという感じですけどね。はい、まあ、家族経営の道もありました、うちらも。でも2人で散々店を開けてから3年ぐらいずっと相談して噛み砕いて、何度もいろいろ、なんていうのかな、いろんな嫌な経験もいい経験もいろいろした中で、であの先の先輩たちの動きを見た中で、やはり家族経営っていうのはうちらには向いてないだろうというので、株式会社化したっていう経緯があるんですよね。まあだ
からこう何ですかね、そういう人生だったのかなと思いますけどね。そして今私はこうやって動画を撮っていると、これは本当にあの謎でしたこうなるとは思ってなかったですね。はい、あの今日の着物このタイトルで多分あの動画が終わったらテロンって言っておすすめで今日の着物って言ってね、本数が1300何本になってるんです。今私1000本になった時にちょっとお祝いしたかったんだけど、気づいたら1200とかになってたんですよ気づくのが遅すぎたっていう感じだったんですけど、なんかねあの1300って、まあ私そうですね、あの今は2回お休み、月週に2回お休みしてますけど、最初の頃毎日ほぼやってましたよね。言って365日、でもまあ365日ぐらいやってた日もあり、ま、年もありました。で今週2回お休みで、たまにお出かけ動画入りますよね。で今日の着物っつって1年で何百本ぐらいやるのかな、300本、でも200後半はしてますよね。でそれの積み重ねで今1300何十本とかっていう感じになってるんですよね。うん、なんかもうここまで来たらあのマネージャーとの意地の張り合いっていうか、私が辞めるのは私の負けな気がする、マネージャーが辞めるのはマネージャーの負けな気がするみたいな、なんか意地の張り合いみたいになってる感じもあるんですけれども、どっちにしろまあこれだけ着替えを垂れ流しするっていう人もあんま珍しいなと思ってて、まあ私のいつもの着替えを見て着物ってすごい簡単に着れるなと思ってもらえて、着物に袖通す方が増えたらいいなっていう、本当にそれだけの思いがもうずっと変わらずにあるんですけれども、あのやっていくうちに今日からスタートしました、この間から入りました、この間から着物スイッチ入りましたっていう方とかにあの定期的にお会いするんですよね。そうするといつ誰かのスタートになるかもしれないっていう希望がある限りやめれなくってずっと続けてるんです。誰かのスタートの時にあの自分が動画を毎日着替えで出していたら、あの迷わずにあの普段着の 着物を楽しめる人がもしかして増えるかもしれない、ないよりあった方がいいのかもしれないっていう思いからやっているんですけれども、それを続けて続けて2000回になるって言ったら、今1300だから多分来年再来年ぐらいの話になるんですけど、再来年だから50ぐらいになって、もうまだこのペースでやってたらもうね、それはねちょっとね誰かに頑張ったねって言ってほしいですね誰にやって感じなんですけれども、なんかあのなんだろう、うん、やっぱり、ここ私がまあ YouTube を始めて何年も経ってるんですけれども、あの始めましたやめましたって方はいっぱいいらっしゃるんですよね、 YouTube も、うん、ちょっとやってみたけどやっぱり続かないって言ってやめられる方もいっぱいいて、あの人のチャンネル好きやったんだけどなみたいな、うん、そういうあの人のチャンネル好きなんですよねっていう会話がねオプチャの中である中で、その人がもう更新しなくなるとかっていうのもあの目にしてますし、でそういうのを考えるとまあ安定感がある、続けてるあのチャンネルなんだろうなっていう気はしますね。はい、でまあみんな見てくれてるからっていうのと、マネージャーが編集してくれてるからっていうのと、私が毎日着物に着替えるからっていう理由が重なってそうなっているんですけれどもね。でもなんかこう、いろんなチャンネルが出たり消えたりする中で、もし2000回まで着替えを続けてたら、あの店着替えするところをお見せしてたら、まああのなんか一つ達成してる気がしますね。なんか今それに めがけて頑張ろうかなと、続けていこうかなと思っております、はい、なんかね目標がないと、それがあの他人任せの目標だと
ダメなんですよね。自分のなんていうのかな、評価を他人に任せるっていうのが全てっていうのは心に良くないんですよ。まあ経験上そう思うんですけれども、なのでチャンネル登録者数を増やすっていうだけの目標だと YouTube は続けれないです正直急にね世情がおかしくなって、なんていうか世情が悪くなって急にチャンネル登録者数がガーって激減する時もありますし、まあコロナが始まったなりの時一回そうなったんですけどねあとは広告収入を目的にやってたとしても、その何て言うのかな、広告収入単価っていうのを急に変えられたりしますので、そこもまたまあ他人任せになってしまうんですよね、最終的には。なのでそれを目標にしてるっていうのも続かなくなります。はい。なのでまあ今までもうこれからも今日から着物を始めてきますって方の少しでも道しるべになるようにっていう思いで自分の着替えをお届けしておりますが、そうですね、これからちょっとそのもう一つないとちょっとやっぱり自分の中での分かりやすい目安で一個ずつ積み重ねていく目安として今日の着物2000回っていうのをとりあえず目標にやっていきたいなと思って、前はねほらオリンピックが始まるまでっていう思いがあったんです、最初の何年間は。でもそれがなんかモヤモヤモヤって感じ終わっちゃったので、はい、今回はそんな感じでそこからまあ安定してなんかちょっともう疲れたなっていう時にそれを思い出して、自分の目標にしたことだからと思ってコツコツとやっていきたいかなと思います。まあ超えたら超えたでまた違う目標が出てくると思うんですけど、とりあえずは今はそれを目標にして、コツコツと積み上げていこうかなと。まあまあ今も積み上がってるんですけれども、はい。でそのね着替えを今1300回着替えたのを見せてます。その中で何人かの方が着物を着やすくなったというお言葉もいただいております。ありがたいことに私の動画から着物を着れるようになったという方もいらっしゃいますし、一回袖を通さなくなった着物を通しやすくなったっていう声も嬉しいです。本当に一番励みになるし嬉しい言葉です。なんていうのかな、私の動画ってねほら変わり結びを華やかにする動画でも何でもないんですよ。でね本当にね私の動画をずっと見続けてくれてる方で着物での温度調節ができるようになりましたっていう声がいただけて、それは本当に嬉しいなと思うんですね。ここは気をつけてる点なんです。私は温度差のじんましん持ちなので、急にあったかくなったり寒くなったりすると両方じんましんが出るので、本当に体の体温があまり変わらないように保温されるように、寒さも感じず暑いっていう感じはなくてほのかにあったかいっていうのを年中保ちたい人なんですよね。まあ、多分それがね健康にいいんだと思うんですけど、ほのかにあったかいっていうのがね年中そうしてたい人なんです。なのでそれを目標にいつも着物の種類を決めたり素材を決めたり長襦袢を決めたり、あと中のインナーをそれに合わせて暮らしているんですけど、それが他の県の方もそれを見てお役に立ってもらえたら、本当にこういう風に温度調整してるんだ、でもっと頭軽くして柔らかくして、じゃあこれの組み合わせしてみようとか、自分のお持ちのねアイテムでねこの子とこの子組み合わせたら結構通気性いいなとかね、そういうのあるんですよね。うん、なのでそういうのでいろいろ快適化して着物は着ると疲れるとか着ると緊張するとか、そういうネガティブな気持ちではなくて、着ると体が楽になるっていうポジティブな体験をしていただきたいなと思っております。はい。
そういう方が一人でも増えたらなと思いますね。着物は本当にね、お腹を温めますので、とても快適でございます。エモンも抜きすぎなければそこまで首ぐりは冷えないんですよね。ここが離れると結構ここの血管ってあったかくさせるので、あの寒くなっちゃうんですけど、ここくっつけとくと結構ここもあったかいので、後ろだけ空いてる感じになるので、まあ、後ろはね、あの襟立ってない方がちゃんとあの45度に傾けとかないと肩が凝るのでね、うん、そういうのもあの理にかなった着方になってますので、やっぱ民族衣装で着物ってずっとありますけど、このおはしょりつけてこの形になるっていうのが進化系の中の今の最先端なんですよね。で、それってやっぱり理にかなってるところって多いんですよね。普段着もそんな風な着方に変わったっていうことは、その方が理にかなってたっていうことにいろいろなってくると思うので、そこら辺をやっぱり着てると感じることが多いですね、うん。まあ着物を着て暮らすのもまんざら悪くないものでございますので、お手持ちのお古の着物あったりとか、リサイクルでいいの見つけたなっていうんやったらね、着てみたらいいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで今日は過ごしたいと思います。はい、それでは皆様良い一日を。あ、ののちゃんひげ、ののちゃん大事なひげ落としてくれた。お母さん回収しますよ。 お母さん回収しますよ、ひげ、うん、ひげ回収しますよ。ななちゃんのひげです。見えるかな。あ、見えた。かわいい、長いひげ、長いひげ。それじゃちょっとののちゃん、ののちゃん、はいはい、出る。はい、良い一日を。あ、かわいいね、かわいいね、ののちゃん。ののちゃんも最近体調落ち着いたね。アレルギーも落ち着いて、落ち着いてきました。ちょっと一瞬すごい痩せて心配だったけど、またぷっくりに戻ってきてくれました。はい、皆様良い一日を。かわいいね、ここ置いてあげる。はい、どうぞ。せーの、チャンネル登録はこちら。